上級卓を打ちます。MJ は打ちたいときにバーッと打ってストックが結構あったんですけど、最近チップもなくなって、無料チケットで売ってる、しかもトップ取れないから2枚すぐなくなっちゃうみたいなことでストックがもうなくなってきてしまいました。で、天宝もなんか有効期限が天宝にはあるみたいで、この前開いたら有効期限をまあお金で買ってくださいみたいな表示が出まして、で軽く調べるとなんか Windows 版で私はダウンロードをインストールしたんですが、その Windows 版だと有効期限があるよと。天宝やってる人がみんな月額500円払ってるとも思えないので、何か無料で普通に打てる方法があると思いますね。で、右は染めての捨て牌ですね。あ、すみません、左。親は染めて。上は単純に単品かなと。チートは私狙いたくないんで、ローワンは切ります。左は親はピンズですね、ピンズ。いらねえな。この一層のドラは邪魔ですね。手が良くない。結果的にチートイ狙っ、回しながらチートイ狙った方が良かったかもしれない。上は単野をですね、単純。ああ、ドラ切りたくないけど、ドラ。いや、ちょっと、ドラ切る方向、あれ？やばい。ちょっと読みがまるで外れてましたね。これはノーマークでしたね。親ピンズだと勝手に思ってたんで。まあ、ピンズ狙ってたけどドラのイーソーにくっついちゃったんで、まあ結果的にいい迷彩になったみたいな。まあこれは面前本一ですね。マンズが2面となるこの中膨れなんで、あとはシャートチュン、まあチュン2枚目だったらポンする可能性ありですね。シャーは2枚目でも泣かないと思います。あらら、まあ4、5ローになるかもしれませんし、あーもったいないか。んー、ちょっと個人的にウーソーだったら欲しいですけど、リャンゾーはいらない。あー、まあこれだったら4、5ローになるんで本日終了ですね。そう、恨めてますけど、一応両面で持っときたい。シャートチュンが出ない。あ、これですね。どうしようかな。両面の方がちょっと手の形にこだわってみたいと思います。普通は両面取った方が多分テンパるんでいいんですけど、ウーソー引いてきた時にアークソーってなるのが嫌なんで、高解度が多分サブローワン引いてくるよりウーソーで恨めた方がちょっと高解度大きいんで、マンズの両面落としました。リーチチュン三色ドライチ。まあ、ソーズの偶然ですけど、ソーズの2と8が切れてるので、まあ、嘘は出てくる可能性ありますね。私の捨て牌、サブロッソーぐらいしか多分ケアされないと思うんで、
あ、イースーソーも可能性あるか。ソーズであれば。ウーソー誰かあんこで持ってるかもしれないですね。こんだけソーズのソーズが3枚4枚ガツガツ切れてるのに、ウーソーだけピンポイントで出てきてないんで、誰かあんこかなって感じですね。もう4も6も7も全部切れてるのに、あ、多分この3つウーソーあんこで抱えてんじゃないかなって感じですね。ちょっと手が理想通り育ったんで上がりも決めたかったんですが、まあ向こうの方が1枚上手だったと。これはなんか3個リーチダブトンいろいろという時に限ってちょっと上が早そうです。おいおい、まあ、白は切っていきますね。親なのであんま降りてもしょうがない。で G1 にくっついてここ外したいなと。人なき天敗であればダブトンのみで G いいんですけど、このまま面前だとスピードで負けてついていけなさそうなんで、おい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 、上はトイトイドラドラぐらいかな。まあウーピン短期待ちは大いに上ありますね。で左はタンヤオドラドラ、またはタンヤオドラさん。これはちょっと左の人の判断が良かったと。私もまだ4回しか積もってなかったんで、ちょっと上の人と左の人があまりに1巡目からもう2泣きだったのでかなり厳しい状態ですね。まあ今のところピリです。左はタンヤオドラ1ですね。タンヤオトップ確定のタンヤオ、このトーンはみんなにポンされる可能性ありますが、手が育てば押します。イーソーが3枚切れ、
これテンパんない方がいい。この辺トンもシャアも論敗になってそうな気がするんで、まあ結局論されちゃったんで、まあ意味がないんですけど、ちょっと他の人のあのスピードに翻弄されたみたいな、そんな感じ。こうよく麻雀でまあ定説で言われるのは、初心者はよく泣くと。じゃあ面前派がいいのかって言ったら上級者もよく泣くと。ただ初心者の泣きは必要そうだから安易に地位とか安易に泣く。上級者は泣きが上手って言われますね。こう泣くタイミング、これは面前じゃなくてあえて泣きの方がいいと、こう 何か自分の経験で経験則で判断して泣くと。なのでな、私よたま、まあよくというか泣きより面前の方が好きですとは言いますが、上手い人ほど泣きをうまく対応してくるっていうのはあると思うんで、まあ、泣くことがダメとか当然そういうのは言ったことありませんし思ってもいません。ただ麻雀の基本はまず面前っていうのは、それは分かってる上で泣くのが上級者ですね。初心者はとりあえず手が進みそうだから泣くみたいな、泣く、同じ泣きでもちょっとなんだ意識レベルが違うという。一応イーシャンテンですけど1通まで揃ったいですね。あ、でも漫画上がれば2ちゃんになるのか。じゃあリトン本一闇でも漫画あるんで、まあ、このローピンは別にいらないな。まあ一応持っとく。チュンをポンしてチュントン本一漫画。あ、チュンは2枚切れか。3番は安牌。チーピンと3ピンが来ると天牌。ただここはなんかもうリーチしたいですね。点数どうこうじゃなくて天牌したら腹決めのリーチと。ちょっと左の人すごいですね。ほとんどの曲上がってる気がしました。あ、やっぱりこう左の人段位も上だし、こう MJ とは MJ の打ち方とはをちゃんと回数打ってると思うので。ただこの段位マイナス80ちょっとでかいな。これはちょっと痛いですね。まあ、せっかくまた上がったと思ったらまた下がるみたいな、なかなかこう見どころを作るのがちょっと難しい状態。これどういう意味なのかな。まあとりあえずでも4茶引いちゃうと下がることは間違いないと思うんで、1茶取ってれば上がると思うんで、まあ引き続きいっちゃおう。まあ毎回目指してるんですけど取れない曲が最近続いています。いつも見ていただいてありがとうございます。コメントとか評価とかチャンネル登録とかもとても嬉しく思っているし、まあモチベーションになっています。また MJ はじめ何かこういろんなネタをやって、まあ参考になるならない、良かった悪かったはちょっと置いといて、いろいろ試しながらやっていきますので、またお願いします。いつもありがとうございます。